福島第一原発事故の後、初めてなされた原発の運転をしないようでした。ましたので、始めさせていただきます。私は大間原発反対関東の会の寺崎と申します。進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。今日はメディアが2つ入っていると思うんですが、こちら向きだけですか、映すのは。こちらも。じゃあ、不都合はないと思いますので、一つ IWGA さんの方は中継をして、今中継をしてくださっていて、それからU プランさんの方は録画で、この後で YouTube で見れるように。今日のスケジュールですが、これから、まず最初に、10月2日に、日弁連が、開催しされた、人権擁護大会の第1日目に工藤市長さんのインタビューということで、ここにいらっしゃる金平弁護士が相手になって、録画されたものを上映します。Thank you.
なんか私たちは大丈夫なんですか、大丈夫なんですか、心配してる人がちょっと
かだと、僕は経験してるんもう多いです。自然の価値に比べて、ここまでの価値を上げてきて、感じようと思って、道路は、人生上道路とか、駐車場にあるこのままを見て、どうでしょう。
ちょっとあの録画の質が悪くてお聞きにくかったかと思うんですけど、あの皆さんにあのちょ大体は分かっていただけたかなと思います。あのそれでインタビューの相手をしてくださった金平弁護士も今日来ていらっしゃいますので、ちょっと補足していただけますか。はい、弁護士の金平弁護士でございます。今日もたくさん集まっていただいてありがとうございます。このインタビューですね、まあ、あの工藤市長が原発オーナーに関して無期限凍結っていうことをもう随分前からおっしゃってたんですけれども、一般市民の方々の前でその生の声をその主張を聞かせてあげられる機会が今までほとんどなかったということで、非常にあの市民の方々からも要望がたくさんあったようなんですけれども、まあ、全て今まではお断りされていたという中で、まあ、あの人権大会ご協力いただけるということで出ていただいて、あの地元の市民の方々が本当にたくさん来てくださいまして、大盛況であの会場も満員になっておりました。1000人以上来ていただいて、はい、まあ、実を言うとこの後も休み時間で結構たくさん帰ってしまってシンポジウムがちょっと寂しかったっていう話もあるんですが、はい、でちょっと私が早口だったために聞き取りづらい部分がたくさんあったかと思うんです。大変申し訳なく思っているんですけれども、そうですね、伺ったお話の内容としては、まあ、あの函館市議会は全会一致で大間原発あの提訴するということで議決をしたわけなんですけれども、まあ、函館市議会にも自民党もいれば公明党もいればあの各政党がいますので、さぞかしそれで全会一致に導くのはご苦労があったのだろうと思ったので、あの工藤市長が一生懸命説得をされて、なんとかその全会一致にこぎついたのではないかと思って、あのその辺の武勇伝みたいなものを引き出せたらと思ってお聞きしたんですね。なんですけれども、あのお聞きしてみるとですね、そんなに何も説得なんてしてないんだとおっしゃるんです。どういうことかと申しますと、福島の事故で函館も被害を受けたんだと。で経済界とか商工会とかそういったところも、福島に関して函館が受けた被害、海産物が売れなくなるとか旅行者が激減したとか、そういった被害を身をもって感じて、あの少なくとも対岸にあるあの大間原発に関しては函館に害しかもたらさないんだっていうことで、経済界もあの大間原発に関しては反対という立場だったそうなんですね。で、まあ、あとは各政党のいろんな立場の方々も市議会にもいるんですけれども、全員であの全党派の方々で浪江町と南相馬市に工藤市長が一緒に視察に行かれたんですね。でそこで、まあ、あの今から中野さんからお話あのしてもらいますけれども、その地域の惨状をご自分の目で見てこられた方々が、それを見たことによって、あこれで大間で事故が起こったら函館がこうなるのはちょっともう許せないなと、それは何としても防がなければいけないということで、皆さんあの特に説得の作業が必要な状態ではなく、あのこれはもうダメだねと、大間やっぱりダメだねということで、あの全会一致ということで導けたということで、あの私としては非常にちょっと、まあ、意外というか嬉しい意外なんですけれども、はい、あ皆さんそういうふうに考えてくださってるんだなと思って、でもやっぱり、ね、自民党の方とかもいますよねって聞いたんですけれども、まあ、でもやっぱり市民の声が逆らえないからっていうことをおっしゃっていて、市民の方々が大間やだ怖いやめ止めてほしいって言ってるのに、あの自分の党派のしがらみでそれでもそれを押すっていうことはやっぱしないんだよっていうことをおっしゃっていて、あの非常に印象的でした。はい、あとはそうですね、それぐらい、まあ、いくつかまた他にもあのいくつかお聞きしてたんですけれども、ね、そういったことですかね。まあ余談なんですけども、私途中で咳込んでしまいまして、すっごい苦しくなって、あの時どうなったかと思ったんですけど、市長がチラチラ見ながら、あの私が咳が止まるまで喋り続けてくれて、なんてダンディーな方なのかというふうに思って、はい、あの優しい方なんだなと感じたということもございました。はい。
余談でした。以上でございます。どうもありがとうございました。少しは皆さんも会場の様子がお分かりいただけたのではないかと思います。それでは次に今日の裁判一番のメインであります今日の裁判についてお話弁護団からお話していただきます。最初に海野先生からどうぞお願いします。今日の裁判はですね第2回だったんですね。で第1回の時に訴状の陳述とそして答弁書が電源開発国から出ています。で電源開発も国もですね、この訴訟は却下しろと言っているんです。中身に入る審査をするなというふうに言っているわけですね。その理由はいろいろありますけれども国が言っているのはですね、はっきり言うとこの自治体そのものがこういう裁判を訴える資格がないんだということを言っているわけです。それに対する反応はこの後中野君が法廷でやった15分でやったものを20分でやるとちょっとゆったりした気分で喋ってくれるそうですがこれ見ていただければ分かると思います。電源開発はですねちょっとデタラメなことを言ってるんですけども、電源開発はどう言ってるかっていうとその自治体の、存立を維持する権利というようなものに基づく差し止めはできないということと、この大間原発が最終的に完成するまでまだまだいっぱいやらなければいけないことがあってまだ訴訟は熟していないというそういう主張もしてるんですね。この主張はちょっと他では見られない極めて特異な主張で、この同じ論法を使うとですね大井原発の判決も出せなかったことになる。大井原発もまだ燃焼規制委員会の審査終わってないんですからね。そういう意味で非常に特異な主張をしてるんですが、この部分について本当にこういう主張をやるつもりなんですかという嫌味な釈明を、一生懸命、河合さんがやってくれてですね、それについての返答を次回までに書かせるという形になりました。で次回は何をやるかというと一つはですね被告国の方が我々が今日出した中野君がやってくれた、準備書面に対する反論を書くということが約束されている。それと電源開発が言っているその今デタラメな主張に対してこちら今回は旧釈明という形でやったわけですけれどもきちっとした反論を書いてくださいということを裁判所から、言われています。それから、電源開発もですね我々が出した旧釈明に対してきちんとした反論をしなさいということを裁判所から命じられていました。次回は12月の25日、クリスマスの日ですけれども、1週間前までに各自、当事者は書面を準備して提出するという形になっております。一言だけ、この裁判のですね、非常に大きな意義っていうのは自治体がやっぱり訴訟を起こしているというところにあると思うんですけれども工藤さんが先ほど海田さんに説明してくれましたけれども苦労しなかったように、確かにあの場では説明したんだけどおそらくずっと苦労したと思います。当然のことながら、自治体が訴訟を起こすためには議会を説得しなければいけないわけですね。世に脱原発を唱える首長はたくさんいても訴訟を起こせた首長はいない。それはやっぱり自治体の首長だけがやろうと思ってもできないわけで、そこでその議会をまとめなければいけない、多数を取らなければいけない、そして今回の場合は全員一致になったわけですね。それはやっぱりこう非常に根回しをきちっとやられたんだろうと思うし、で、弁護団の会議の中でですね、やっぱり現地に入るとしたら浪江と南相馬でどうも行かれた方がいいですよって僕は言ったんですけどね、その通り行かれたんですけれども、原発から何の利益も受けていないけれどもものすごいひどい目に遭った自治体の実情を見ることによって、ご覧たちの、皆さんの気持ちが動くんじゃないかというふうに思ったんですが、そういう形になったということでですね、この訴訟を中身に入る論争にしていくということは弁護団として大きな任務だというふうに思っています。今この問題に関しては、今日この後中野さんが一生懸命プレゼンしてくれますけれども、たくさんの法律学者の人たちにも協力を得てですね、著名な行政法学者の人たちの意見書を出すとかそういう形で、しっかり、この訴訟が起こせるような、法的な環境も作っていきたい。もう一つだけ言うと、実際にドイツで原発を止めた有名な判決っていうのはこれは自治体が原告だった事件なんですね。これは今年5月に日弁連でドイツに行った時に分かった
ていて、その判決だったことは僕らみんな知ってたんですけれども、三浦半島経理原発の訴訟というのが住民も原告だったんですが、実は一つの自治体が原告になって起こしていた訴訟だっていう、これを、その訴訟の代理人だった弁護士と話しているときに、彼が教えてくれたというか、まあ、函館市の訴訟の話をしていて、そういう話になったんですけれども、まあ、こういう国際的な交流の中でですね、こういう訴訟ができるんだ、そしてこれで、中身に踏み込んでいって勝てるという形にしていきたいと思っています。まあ、今日せっかく来ていただいたのに法廷に入れなかった方もいると思います。大体今言ったような経過で、一番のメインは中野さんがやってくれるんですので、これをちょっとご覧いただきたいと思います。以上です。はい、弁護士の中野と言います。今日この弁護団のメンバーのアンケートということで、僕もアンケート確かにこれ書いた記憶があるんですけど、質問が難しくてあんまりちゃんとお答えできなかったんですけど、こういう感じで配られると思ってなくて、なんかちょっと恥ずかしいんですけど、いや難しくて、なんかね、金平さんも書いてますけど、その訴訟や弁護活動で印象に残ってることってもうありすぎて答えきれないみたいな感じで、もう何行かで書くのができないなと思って、なんか回答しなかったんですけど、なんかちょっと別に、なんかこれ見るとすごいなんか何も回答してないなみたいな感じで、ちょっと感じ悪い感じになってるんで、こいつに質問していただければ何でも答えます。はい、では早速今日私がですね、裁判の中で、お話をしてきたことについて、お話をしてるかっていうことをご説明したいと思ってるんですけど、これね、あんまり皆さんの関心の高いことじゃ、映りましたね、ないんじゃないかなって正直僕はあんまり思ってるんですよ。っていうのはさっき海蔵先生言ったように、門前払いをするかしないかっていう話なんですね。今やったのその皆さん関心が高いのは本当に安全なのかどうかとかね、これその中身の話だと思うんですね。だけどそういうことに踏み込まずに、なんていうかな、こう技術というか方法、理屈をこねて、こう、まあ、門前払いをしようっていうのがその国あるいは会社のやり方っていうか、まあ、今の段階では主張なんですね。でそれに対してこういう反論をするっていうことが、正直言うと皆さんはあまりその法律の難しい理屈の部分みたいなところもあるので、関心がそんなにないんじゃないかなって正直言うと思うようなところなんですけど、ただそのやっぱり理屈っていうのは中身を伴っていないと、その説得力がないですよね。なのでちょっと中身のことにも触れつつ、こういう理屈で私たちの函館市の主張っていうのは正当なんですよっていうことを今日、まあ、僕と話してきたっていう、まあ、枠を言うとそういうことになります。じゃあ早速どんな話をしたのかっていうことを説明したいと思います。さっき海洋先生からもお話ありましたけど、期日の時は15分で話せって言われて、15分で早口ですごいプラプラプラって喋ったんですけど、なんか気が抜けちゃったんでちょっとゆっくりと話させてください。大きく言うと4つあります。で、私たちが言っているその主張の一番重要な部分っていうのは、存立維持権っていう部分です。その地方自治体がもう存立できない状態になってしまいかねない、それぐらいのとんでもない被害が原発事故っていうのは起こるものなんだっていう、だからこそ自治体が存立をすることを認めてくれ、まあ、人間でいうと私たちの個人でいうと命を奪わないでくれっていう、そういう主張なんですね。もちろんそれ以外に財産権って言ってね、地方自治体は財産をいっぱい持ってます。でその財産に基づいて財産を壊さないでくれ、まあ、放射能が汚染されちゃえば使えなくなっちゃいますから、壊さないでくれっていう、その財産権を守ってくれっていう2種類の、まあ、主張をしているわけだけれども、そういうのもひっくるめて自治体がなくならないようにしてくださいっていう主張です。でその中身を、まあ、結局ね、その主張が今までにあまりなかった主張なんですね。なので国や電源開発は、そんなことは認められないみたいなことを、まあ、言っているわけです。そんな理屈は立たないなっていうようなことを言っている。でそれに対していやいやこれは当たり前のことなんですよっていうことを私たちは主張している。2つ目が、福島原発事故によって実際に福島事故でこういう事態が起こってるじゃないですかと、存立が、危機がね、こう存立の危機に立たされているような自治体がもう出てきちゃってるじゃないですかという、そういう現実を直視してくださいということを説明しました。で3つ目と4つ目がその法律の難しい話っていうことになるんですけど、法律上の訴訟っていう、まあ、ところがまず一番最初にあるわけですね。それともう一つ原告適格というちょっと難しい話が、被告の方から国の方からですね話が出てきているので、それに対して、論理的に、我々も別にその中身だけの話じゃなくて論理的にちゃんと反論をしましたよっていう、そういうことを、説明してきました。
じゃあ早速ね、この存立異事件っていうのはどういうものなのかってことなんですけど、あの書面ではね、あの学説、今までの学説の中でこういうふうに言ってる人、こういうふうに言ってる人も今いるじゃないですかということをたくさん並べて、もっとね、あの緻密にちゃんと 理屈をしっかりと立てて、あの裁判所には提出してるんですけど、まあ、分かりやすいように3つだけポイントを絞って説明をしました。で、1つ目はこの、地方自治の本旨って、これは何なのかっていうと、憲法の中に法律を書いてあるわけですね。憲法の中に地方自治体っていうのは、この地方自治の本旨っていうのがあって、それをあの要は奪うことはできないんですよっていうようなことが、まあ、書かれているわけです。で、その地方自治の本旨って何かっていうと、ここに書いてある団体自治っていうものがその中身としてあるわけです。団体自治っていうことは、その団体がちゃんと自分たちのことを自分たちで決めますっていうことですね。で、それは他のところからこう、なんていうか干渉されたりしないんですよっていうことですね。で、例えば一番わかりやすいことで言うと、法律でね、地方自治体をなくしちゃう。そこには地方自治体ないことにします。あるいはもう国の直轄地にしますみたいなね、そういう法律を作ったとしたら、それは違憲になりますっていうのが、この地方、まあ、団体自治っていうことから導けるわけです。で、じゃあ原発事故でその土地がなくなる、あるいはそのもう自治体としての機能が失われるような事態になるって、まさにこの団体自治を侵害するんじゃないですかっていうのが、まあ、一番柱になる主張っていうことになります。あのここに書いてあるように、自治体そのものが事実上廃止されるような事態とか、これに準ずるほどにもう極めて大きい損害が生じるような事態になる場合には、あの団体自治で、これ当然憲法に反するかどうかっていうのは、まさに裁判所が判断することですので、司法権の対象にそれはなるのは当たり前じゃないですかっていうのが一つ目のポイント。二つ目のポイントは、自治体における公有財産というふうに書いてますけど、地方自治法という法律の中にね、あの地方自治体が持っている財産の特殊性について規定されています。で、普通の私たちは自分の財産をね、売るとか、例えばあと貸すとか、抵当権を設定するとか、自由に決められますよね。でも公共団体は実はそういう財産もあれば、自由に決めてはいけない財産っていうのもあるんです。それを行政財産というね、この公有財産の中にまたさらに分かれるんですけど、行政財産っていう言い方をしますけど、そういう行政財産っていうものがあったりして、それはなんで勝手に売っちゃいけないよとか、勝手にその抵当権つけちゃいけないよってされてるかっていうと、まあ、例えば学校とかね、警察署とか、そういうこう、なんていうんですか、あのよりなんか行政的になきゃ困るものっていうのがありますよね。そういうものを勝手に売られちゃったりしたらとても困るっていうことがあって、そういうものについては売っちゃいけないとかですね、管理とかを特別にあのやらなければいけないっていうことが規定されるわけです。つまり行政っていうのは財産がやっぱりこう有機的に結合することによってうまく動いている。だから普通の、まあ、私たちにとっても財産は大切なものですけど、それ以上に行政にとっては自治体にとっては財産というのはすごく大切なもの、まさにそれがこう血液みたいなものなわけですよね。なので、そういう財産というのは私たちよりもさらに手厚い保護を受けなきゃいけないんじゃないかっていうのが2つ目のポイントになります。当然他の財産がね、ここの学校がなくなってもこっちに学校があるからいいでしょうみたいなことはやっぱり言えないんじゃないでしょうかっていうことです。その代替ができないっていうことですね。お金で後で払うからいいよっていうわけにはいきませんというのが2つ目のポイントです。で、3つ目のポイントは、自治体における地域っていうのの重要性っていうことです。で、これはその場所的な構成要素っていうふうに書いてますけど、自治体っていうのはやっぱり地域がなきゃいけないですね。例えば国だってその、領土、人、物と人と、なんかこう、なんか要件がありますよね。土地がなければ国じゃないわけですよね。一定のその領土がなければ国ではないのと一緒で、自治体だって地域がなければ自治体としてやっぱり成り立たないわけです、本来ね。だけれども、まさに原発事故というのはその土地をそのまま全部奪っていってしまうっていう、そういうことからすると土地、地域っていうのに結びつかない自治体なんてのはありえないんだから、自治体の中でね、特にこの地域がまさになくなるなんていう事態っていうのは自治体が存立できないのと一緒じゃないですかっていう主張をしている、こういうことになります。で、2つ目で、福島事故のによる自治体の存立の危機っていうことを、これがまあ実情ですね。まさに私たちはあの特殊なことを主張しているわけではなくて、福島で起こったことをちゃんと見てくださいっていう、まあ、主張をしているっていうことだけなんですね。なので現実にこういうところが出てきてますよっていう主張をいくつかしました。まず一つ目は浪江町の状況ということで、これが浪江町が平成24年の6月に、ちょっと古いんですけど、策定したものです。
現状と課題というふうになっています。まあ、いくつかこれ端折って一部抜粋したものですけれども、ご覧のように浪江町の大部分が赤いところ、黄色いところで覆われてしまっていて、もう帰れないというか、放射能高レベルで汚染されているというかね、高濃度で汚染されているということになります。でこれがその人口ですね、避難の状況ということで、一番右下のですね、避難先別人数っていうところのパーセンテージ見てもらうと 67.8% と県外が 32.2% で両方合わせると 100% になるわけですね。でどういうことかっていうと人口の 100% が避難してますっていうことなわけですよね。 100% がもう浪江町に住めなくなっている。でもう一つ注意してもらいたいのがポイントがその世帯数のところを見てもらいたいんですけど、事故発生前は7710世帯だったのが発生後には1万328世帯に増えてるんですね。これどういうことか皆さん想像できますか？世帯が増えたのはなぜだろうっていう。そうそうそう、家族がもともと一緒に暮らしていた人たちが、例えばお父さんだけ福島に残して他の人たちは奥さんの実家に避難するとかっていうことがいっぱいありましたよね。それでもう2世帯になったってことですよね。1世帯だったものが2世帯になる。でそういう感じでバラバラになったってことを示しているわけです。はい。で、これ地震の被害っていうことで、道路、まあ、これもまさに自治体の財産の一つではあるけれども、道路がこういう感じでもうぐしゃぐしゃになって帰れなくなってますよっていうことです。これも地震の被害の話ですけど、まあ、水道ですね、これも市とかの重要な、まあ、町の重要な財産ってことになりますけど、水道も大規模に破壊されてしまってもう元通りなかなかできない状態になっていると。でこれが浪江町の請戸の浜の、まあ、悲劇ということで、請戸の浜で亡くなった方々の、まあ遺品というかですね、形になっているものなんですけど、請戸の浜っていうのはですね、この後おそらく宣伝があると思うんですけど、河合弁護士とこの海道先生が作った「その日本と原発」という映画の中でもそこのところが取り上げられてるんですけど、まあ、津波と、ね、地震によって、まあ、すごく被害を受けた負傷者がたくさんそこの浜にいたようですね。で、その 前の日にね、もう暗くなっちゃってたから助けることがなかなかできなかったんだけれども、明日の朝必ず助けに来るよって言ってこうその救急隊の人たちが、確認をしたと。だけどその明日の朝になったらもう退去命令が出てしまって助けに行けなかった。でそれによって、まあ、182名ですかね、の方、多くの方がその助けられなかったってことで亡くなってしまったっていうことがすごく原発事故の重要な問題というかですね、助けに行くことができなくなっちゃうってことですね。本当だったら助けられた命が助けられなくなってしまったという。これがその1ヶ月後にようやくその、まあ、遺体ってことになっちゃいますけど、その辺りを捜索して遺体を探すことができたというです。こんな感じで、1ヶ月後に、捜索をしました。これは、その当日というか3月12日の召喚が配れなかったっていう、まあですね、配達されないままになってしまったという、もう取るものも取らずにというかですね、何もかもを捨てて出ていかなければ、対応しなければならなくなったっていうことを、まあ、示しているんじゃないかなと思います。で、25年の2月に河野先生をはじめいろいろな方が調査に行ったんですけど、その時に、まあ、いろいろこう線量を測りながら調査をしていたところ、まあ、地上線量ですけど 7.88 マイクロシーベルトという形ですごく高温、非常に高いレベルの放射線が観測されたりとかですね、あるいは場所によっては車内ですよ、車内の空間線量で 10マイクロシーベルトを超える地域もあったっていうぐらい、まだまだ汚染されている、され続けているという状況。で25年の11月の調査の時にはこういうふうに、まあ、立ち入れないところなんかも見てきて、そうですね、まだ、まあ、町の中はそもそも立ち入ることができなくなって、さっき言ったその地域がまさに失われてしまったってことがこれで分かるんじゃないかなと思います。それからこの除染の作業、これ 見たこと皆さんありますかね。除染した土をこうやって、袋に入れて一箇所に集めているわけですけど、除染っていうのは除ってね、除くって言葉がついてますけど、決してそのなくすことができなくて、放射能というかね、あくまでも移すことしかできないんですよと。その汚染された土を集めてきて一箇所にまとめてるだけっていうことになります。でもここはどうだったかちょっとあれなんですけど、こういうものがですね、いっぱい積んであるすぐ近くを人が生活して通っているとかですね、そういうのは福島にもいっぱい
あるわけです。本当にもう時が止まったままで誰もそこにね立ち入れなくなっちゃったんで 3.11 あるいは 3.12 ぐらいからの時が全く止まってしまっているっていうのがその自治体の状況なわけです。25年の2月の調査の時の浪江町の方々が住んでいる仮設住宅の様子ですね。こういうところに皆さん住んでいます。これ二本松の映像ですね、先生。そうですね。二本松の仮設住宅です。このね、私これ見てすごく切なくなったんですけど、二本松にある仮設住宅の中で皆さん必死にね、この浪江美容とか、ここや浪江っていう形でですね、浪江っていう名前をやっぱり残したいんですよね、きっと。浪江には住めなくなっちゃったんで、なんとか私たちは浪江の人間なんだってことをやっぱりこう誇りとして持っていたいんだと思うんですね、皆さん。そういうふうにしないと逆に言うと自分たちのアイデンティティがそこでこう維持できないというか、そういう象徴的な写真なんだなというふうに思ってます。で次に南相馬のお話ですけれども、南相馬は、25年の6月ですね、今年の6月に、こういう復興に向けた提言という資料を出しています。これも一部抜粋したものですけど、南相馬はその南側ですかね、あとあるいは、西側のあたりが、居住制限区域になっていたりという形になっています。で、やっぱり衝撃的だった図が、の図で、この生産年齢っていうのはね、生産年齢の人口がすごく急激に減っているっていうことです。市外に避難した方、もう人口の約8割が50代以下っていうふうになってますけど、これからまさにこう、町の経済を背負っていってもらわなきゃ困る人たちがみんないなくなっていくっていう。高齢化率がね、25.9% から 33.3% までこのわずかの間に増えてるっていうのは本当に恐ろしい事態ではないかなっていうふうに思います。生産人口の3分の1がいなくなってしまったわけですから、もう逆に残ってる人たちがどんなに頑張ってもなかなかその町の人たちを養えないというようなレベルにまでなってしまっている。これは相馬市の、菅野さんの、これあれですね、その、まあ、自殺した、有名になりましたけど、その原発さえなければっていうふうに書き残して亡くなられた、方ですね。まさに酪農家ですとかその農家の方というのは土地を使ってね、あるいはその土地に生きる動物を使って生活生計を立てている方々にとっては、その土地がなくなるっていうことがどれぐらい重要なことなのかっていうことの一つの象徴なのかなというふうに思います。で、先ほど話にありましたけど、ドイツの場合はどうなんだっていうところをですね、簡単に、お話ししたいと思うんですけど、これがですね、ドイツ連邦行政裁判所という建物で、ものすごく立派な建物で、私や海藤先生一緒に見学してきたんですけれども、日本でいうとその行政裁判をする上の最高裁みたいな、本当にもう一番権威のある裁判所になっています。でその裁判所で、1998年にこのミュルハイム・ケルヒの原発に関して、許可を取り消すっていう判断がなされたわけですね。でそれによって本当に作ったばかりの原発が廃炉になったという非常に象徴的な、でこれ、少し雑談なぜかというかお話をすると、大井原発の差し止め訴訟と非常にその構造がよく似てます。で、地震を理由に差し止めを認めたんですね。差し止めというかその許可の取り消しを認めたっていうところが非常に重要で、日本では、日本よりもね、はるかにドイツっていうのは地震のリスク少ないんですけど、そんなドイツですら危ない。それがちゃんと、その、なんていうかな、判断が甘いから取り消さなければいけないんだっていう理由で、取り消しをしているということが非常に私たちにこうなんか訴えてくるものがあるというかですね、はるかにリスクの高い日本で本当に大丈夫なのかっていうことをなんかこう突きつけられたような気がしました。で、この先ほど本筋に戻ると、この訴訟はその万延市という市が原告になっています。で、この万延市の代理人をしていたのはゴイデンさんっていう弁護士だったんですけど、その同僚のこのクリンガーさんという方に私たちは会ってお話を聞くことができました。ゴイデンさんはたまたまちょっと予定があって会えなかったんですけど、非常に詳細な、なんていうか論理的なですね、レポートを私たちにくれて、これが僕が持ってることあるよと言ってくれみたいな形で、くれました。この方たちに話を聞いて、本当に原告が自治体が原告になることは別に全然おかしいことじゃないという
というか、ごくごく当たり前のことみたいな感じで私たちに話してくれて、で私たちも、あ、そうなんだっていうふうにこう、なんか、ふっと腑に落ちたというか、そうだったんだっていうふうに思って、非常に心強く思いながら帰ってきたっていう感じでした。で、その国の主張に対する反論ということで、2つありますけれども、1つは法律上の訴訟というですね、これ何のことかというですね、分かりにくいかと思うんですけど、日本の裁判はですね、具体的な事件じゃないと裁判にかけられないっていう実は、ルールがあるんですね。でそれはど例えばどういうことかっていうと、まだ事件が起こってないけど、例えば秘密保護法が違憲だと思うから裁判してくれっていうことを裁判所に言ってもそれはダメよって言われるんですね。でそういう例えば、じゃあ秘密保護法を破ったっていうか、なんか誰かに言ってそれで逮捕されて刑事事件になったっていう時に、その刑事事件の中でいやでもあの法律は違憲なんだっていうことを言うことはできるんですか。そういう個別の事件の中で違憲だっていうことはできるんだけど、そうじゃなくてね、なんていうか事件もないのに、まあその法律の違憲性を判断してくれっていう裁判ができないというのが日本の裁判のルールなんです。でこの法律上の訴訟ってそのことを言ってるんですね。でその中にそれと全然違うじゃんっていうふうに思うと思うんですけど、その中で要は、個々人の利益をなんていうかな守るとかいうか、まあ、個々人の利益を対象にしたものがその事件なんだっていうふうに、まあ、一見すると書いてあるわけですね。でそういう字面だけを要は、国の方は言ってですね、だってこれ個人的な利益って書いてあるじゃないかとか、で自治体の利益なんて個人的な利益じゃないんだからこれに当たらないんだみたいなことを、まあ、言っているわけです。でも自治体の利益も決して個人的な利益じゃない、まあ、個人的な利益っていう理解がそもそも正しいのかっていうところがあるんですけど、まあ、そういうちょっと本当の細かい話はちょっと抜きにして、でもどう考えても自治体がこの事件でね裁判を起こせないなんておかしいですよっていうことを、まあ、いくつか言っている。で2つね、その、国の方が根拠にしている裁判例があったんで、それについての反論をどう考えてもおかしいですよっていう、反論をしておきました。で実はこの宝塚市のパチンコ条例判決っていうのがですね、平成14年にあった裁判があるんですが、これ、この中でその自治体がね、行政権の行使として裁判を起こすことはダメだっていうふうに、まあ、この判決は言ってるんですよ。宝塚市の一番下のところに、もっぱら行政権の行使として裁判を起こした場合には、それは法律上の訴訟性がないっていうふうに、まあ、判断した事案なんですね。でまあ、そもそも当事者も全然、まあ、全然というかその相手が全然違うんですね。この宝塚市の事件というのは自治体が個人に対して裁判を起こした事件なんですよ。で自治体が個人を、まあ、いじめるっていう言い方は言わないかもしれないけど、相手にこう裁判を起こすことはダメだけど、国を相手に裁判を起こすのは別に何にもおかしくないんじゃないですかっていうのがこっちの、まあ、事案が全然違うんじゃないですかっていうのがこっちの主張だし、でこれはなんでこういう裁判を起こしたかっていうと、その行政上の義務っていうのが あるんですけど、なんかそれがちゃんと要は機能しないようなこう古臭い、まあ、規定だったわけですね。だから行政上の義務がそっちの手続きを使うとやりにくいから民事訴訟を起こしちゃえっていう、まあ、そういう事件だったんですね。で そういうのと今回みたいに他にもう大体手段がなくてどうしようもなくなってもこの存立異次元っていうのを理由に提訴するっていうのと同じにしていいのかっていう、そういう問題です。で3つ目がそのもっぱら行政権の行使って実は判決には書いてあるんですけど、今回は別にもっぱらじゃないですっていうのがこちらの主張で、っていうのは最初に言ったように私たちはその財産権の主体としても理由にして、それを理由にして、まあ、裁判を起こしているので、全然もっぱらじゃないですっていうのがこちらの主張で、まあ、そういうようなことを、いくつか挙げてですね、事案が異なります、この判例は使えませんということをこちらとしては反論しました。で2つ目はその那覇市の情報公開条例っていうのがあって、これどういう事件かっていうと、国が管理している自衛隊の、まあ、施設建物があったわけですね。でその建物の設計図みたいなものを情報公開制度を使って取り寄せた人がいて、で那覇市の市長がそれを許可をしたわけです。その情報公開で出しますよといったときに国が待ったおかげなんですね。そんなその防衛上の機密みたいなものを公開するなっていうことで待ったおかげだっていう事例なんですね。だからこれは今度国が自治体の、まあ、長を訴えたっていう形になるわけですけど、でその判決の中でこれはその法律上の訴訟に当たるんだっていうふうに最高裁が言っていて、でどういう理由かっていうと、それは防衛権っていうのは確かにその行政権の主体というか、まさに行政の権力の行使に当たることだけれども、そうじゃなくて建物の所有者としてそれをね、こうなんか、まあ、自分の建物一個人の建物の設計図を開示請求されたら嫌じゃないですか。それと同じような形で、それは所有者としての立場からしたら
それはその利益が侵害されたってことになるんだから法律上の訴訟に当たるんですよっていう、そういう判断をこの判決はしている。で、今回ってまさにこれと似ていて、その行政権の行使みたいなね、その存立維持権っていうことも言ってるけど、それと同時に財産権の行使ってことも言ってるわけだから、この判決を使えばむしろこちら側の主張が正しいってことになるんじゃないですかっていうふうに反論をした、そういうことです。で、2つ目のポイント、原告的確ということで、原告的確っていうのは一体何なのかっていうと、例えばね、大間原発で、原発が作られて沖縄の人が裁判できるかみたいな、まあ、問題なんですね。全然関係ない人がそのことがおかしいっていうのは変なんじゃないっていうのが、まあ、原告的確の、まあ、話なんです。で、その全然関係ないって言えるかどうかは法律にどういうことが書いてあるか、これ誰のための法律なのかとかね、例えばその原子炉、炉気法とかでいうと、その、まあ、そこの周辺住民の生命とか身体とか財産とかを守るっていうことも当然原子炉政策としては考えなきゃいけませんよってことが法律の中に書いてあるわけですね。で、そういうような、何のためにこういう法律が作られていて、それを、まあ、その正しいか正しくないかってことを考えるのかっていうときに原告的確っていうのが問題に、まあ、なるということ。で、その改正前改正後っていうのが何で問題になるかっていうと、改正前の後と後って何が違うかっていうとですね、まあ、事故が起こった後に改正されたわけですけど、財産って言葉がその目的の中に入ったんですね、改正後には。改正前には財産っていうのが明記されてなかったんです。だから改正後の法律を使うなら当然財産権っていうのがまさにぴったり当てはまるんだけど、改正前だとなんかよく分かんなくなっちゃうんで、私たちは改正後の法律をちゃんと使ってくださいということを言っているという構造になっています。で、それはなぜかっていうと、その原子力規制委員会設置法っていうのの中に、改正前の6期法によって国の機関がした許可っていうのは、改正後の、まあ、規定に要は置き換えますよっていう不足がついていて、置き換えるってことは後ろの改正後の法律でこれからは全部考えるってことですよねと。だから財産って書いてある改正後のことで考えてくださいと、そういう主張ですね。で、ポイントの2つ目が、そのここに書いてあるその非侵害利益っていうのは、なんか皆さん馴染みがないように、まあ、侵害される利益ですよね。侵害される利益っていうのがここで言うと、まさにその存立維持権あるいは財産権ってことになるわけですけど、それの重要性とかを考えなさいってことがですね、行政訴訟法っていう法律の中に書いてあるわけです。その、まあ、要はそういう侵害される利益が大きければ大きいほど当然ですけど、その訴訟に対してね、なんていうかな、自分が言いたいっていうかな、こう訴えたいという、その適格性は高まるわけですよね。自分がまさに当事者なんだっていう感じになるじゃないですか、第三者ではなくて。そういう、こう利益が失われる利益が大きいかどうかっていうのを考えなさいと、あるいはそういう侵害の対応ですね、どういう形で侵害するのかということも考えましょうっていうのが、その法律に書いてあるので、私たちもそれに従って、これは失われる利益とても大きいです、そして侵害対応をもう半永久的に使えなくなるわけだから、半永久的に自治体自体がなくなってしまうわけだから非常に重要ですと。で、自治体が訴えられないなんてことはおかしいですよねということを言った。で、3つ目のポイントは、文殊の最高裁判決があるわけ、判決決定ですかね、1回目の方もね、1回目の方も決定だと思うんですけど、その決定の中で、まあ、原告的確を認めた、これは判、これ個人に対しても認めた判決、あ、決定だったわけですけど、その個人と法人と、まあ、個人の利益を守るのも、まさに原子炉等規制法の趣旨なんだということが、この文殊の最高裁判決には書いてあるわけですね。で、そこでもまた、その国はですね、個人って書いてあるじゃないかってことをうるさく言ってきたわけです。まさに居住している周辺住民って書いてあるじゃないですかと。だけど、別に文殊はたまたまというか、その訴えてる人たちがみんな住民だったからそういうことを書いただけで、法人はじゃあダメなんですかなんてことは一言も書いてないし、まあ、自治体というのは法人ですよね。だからその法人はダメだとか、あるいは公法人、その私法人じゃなくて公法人はダメだなんてことは全然書いてない。いや、逆に本庁の事件はどういうことを言っているかというと、原子炉が安全じゃないとすると、万が一の時に放射性物質が外に出ちゃいますよねと。出ちゃうと汚染されますよねということが書いてあるんですね。環境が汚染されるということが書いてある。で、環境が汚染されるということは、個人の生命とか身体に影響が出るじゃないですかって書いてあるんですよ。で、その理屈をじゃあ法人とか、自治体に当てはめられないかっていうとどうですか。放射性物質が出て環境が汚染される、だから法人の財産も
侵害される、あるいはだから自治体 その存立主権が侵害されるって言えますよね。別に個人じゃなくてそれが言えないなんてことは全然ないわけですよね。だからそういうこうめちゃくちゃなというかね、かなりその言葉だけを上げつらって個人って言ってるじゃないですかみたいなことを国は言ってるんだけど、そんなこと全然おかしいですよねと。個人と法人を分ける理由どこにもないじゃないですか。あるいは法人の中でも司法人とね広報人を分ける理由なんてどこにもないじゃないですかっていうのが私たちのまあ言ったことです。で最後にまあね、一番最後に僕としては個人的な感想を見たことで、やっぱり訴える手段がどこにもないっていうね、ここでもしこの門前払いで、そもそも自治体にはその原告的確ないんだとかっていうことになっちゃうと、原告はじゃあどうしたらいいんですか、函館市はどうしたらいいんですかって言ったら何も手段がないっていうことになっちゃう。そんな不公平なことはないですよねって一言言って、終わりにしましたという感じの、まあなんかだいぶ30分ぐらいしみちゃったかもしれないですけど、そんな感じの、プレゼンテーションを今日はしてきたということで、じゃあ報告させていただきます。会場の中でどなたか何かどうしてもお聞きしたいっていうような方いらっしゃいますか。あ、はい。検事なんですよ、検察官で、まあ、でも検察官の中には裁判所から出向してきてる人もいるので、まあ、これはちょっと大問題で、行政訴訟をやっていたような、裁判官が国に出向してきてここに座ってるなっていうケースもあるんですね。そういうのは非常に僕は良くないと思ったんですけども、今回の人の賠償しているかどうかまだちょっと確認できませんけども、基本的に役人です。で電源開発の方の代理人は原発の訴訟をずっと手掛けてきたような、僕らは日本中のどこの法廷でも大体同じような弁護士なんで、こっちも同じですけど向こうも同じようなのが来ていて、関西電力はなんか違う人を雇ってるんですけどね、その他の関西電力もでも今回代理人が少し入れ替わったんで共通になってきてる部分があると思いますが、基本的には原発訴訟をその全国全部やってるような原発訴訟で食べてるような弁護士が僕にはいるんです。我々は原発訴訟で食べられませんでした。よろしいですか。他に短くお願いします。それ私何やと思うんで、ちょっと後で資料もらってがあります。ちょっと聞けなかった。ごめんなさい。こちらの方の報告、なんかまとめたものあります、文書で今日の陳述書そういうのはないんですか。耳が遠いもんでね、全部先ほどアナウンスのあった準備証明にっていうやつが、いいです、それはいいです。もう少し、はい、で私が言いたかったのは、昨日私、一昨日私の家にファックスで私の仲間から訴訟団の一人やって抗議文を函館地裁に送ってくれっていうファックスが届いたんですよ。私もこういうこと初めてだったもんで、いやどういう抗議文したらいいか分かんなくて、事の経過も全部知らないか、あんまり詳しく知らないもんで、直接函館の弁護士事務所に、なんていうか、ちょっと忘れたけど、電話して、金城さんだ、ありがとうございました、お電話して、経過を聞かせてもらって、
はがきで昨日函館地裁に抗議文を送りました。で、こうちょっと簡単に言いますね。こういう内容で送りました。大間原発裁判に関して函館地裁からの通告内容で、丸一、当分の間原則として原告の意見陳述を認めない。丸二、原告傍聴席を8席減らす。丸三、原告当事者席29席に座る弁護団、原告は前日までに氏名を報告せよは、憲法上国民一人一人に保障された裁判をする権利を侵害するものであり、到底認められません。また良心に従い判断を下すものと規定されている裁判官の職務遂行の前提条件をも崩すことになります。何としても通告内容を撤回してください。こういう内容を反撃出しました。で、後で憲法を調べて32条にこう書いてあります。何人も裁判官においてすみません。今は函館市の裁判のことを報告したので、今おっしゃってるのは函館市民が函館で起こした訴訟のことなんですね。ですからちょっと武田さんにお話の時に触れていただいた方が、この訴訟との関係あるんですよね。まあ、これ違うんですか。違う訴訟。そうですね。大間訴訟の会っていうのは市民の方たちがやってる、もう2年前からやってらっしゃるんです。あ、4年、あれ4年前ですから、ちょっと武田さんの話を聞いてからおっしゃっていただけます。ごめんなさい、大間原発に関わる問題だと思ったので。そうなんですけども、ちょっと この裁判、はい、でこの大間原発をめぐる訴訟2つあるんです。で、函館地裁で行われている、まあ、武田さんを原告団長にする、訴訟、それも河合さんとか僕がやってるんで、ここにいる弁護士さんみんな一緒なんだけどね、やってるんですよ。で、その訴訟がそういうひどいことになっててね、それは大問題で、そういうのを送っていただいたのは大変ありがたいんです。で、今日やってるのはこれは東京地裁でやっている函館市が原告になっている大間原発訴訟ね、2本立てでやってましたけど、ね、1本は住民主体で函館地裁、函館、市が原告の訴訟は東京地裁でやってるという、今回の東京 のこっちの方の、東京地裁に間違ってもそれを送らないでください、ね、それは函館の方です。そういう内容ですよね。別々の訴訟がください。一言言うと、函館地裁の、裁判官は最悪なんです。100円で最悪なことは間違いなくて、原告の意見を一切聞かない、全国でこの問題は非常に深刻に争われていてですね、いろんな地域でトラブルが起こっているんですけども、僕が担当しているケースでもですね、例えば東海第二原発訴訟の裁判長なんかも同じことを言ったことがあったんだけれども、いろいろ交渉しているうちにですね、1回10分ぐらいだったらいいやってことになって、10分間話聞くようになって、聞けば聞くほどね、原告の人たちの意見もなるほどなっていう顔して最近聞くようになったんです。だんだん良くなってきている裁判所はあるんだけれども、今のその函館の地裁のですね、大間原発やってる具合、日本中で全部見ても見渡しても最悪の状態になってる。そういうことですよね。わかりました。また武田、こちらはじゃあもうよろしいですか。はい、じゃあどうも中野先生。それではちょっと時間が押してますので、引き続き休憩を取らないで続行させていただきますので、大間原発訴訟の会の代表武田敏子さんが今日東京に来てらっしゃいますので、今ちょうどお話に話題に上った市民の起こした大間原発訴訟についてお話していただきますので、よろしくお願いします。それで大間原発の問題点というこの資料がお手元にあると思うんですが、それを使ってお話しくださると思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、大間原発訴訟の会を代表してます武田敏子です。初めての方もたくさんいらしていただいて本当に嬉しいと思います。
私たちは2010年の7月に提訴しました。市は今年、4月に提訴すると言って7月に第1回が開かれました。今回は第2回だったわけですけれども、私たちは、今年13回目と14回目の、裁判を持ちました。今いらしてくださっている弁護士の方たちと、それから市が起こしているあの弁護士はダブっているところがたくさんあります。それは私たちが裁判のためにちょうど弁護士の方たちが函館にいらっしゃっている時に函館市も訴訟を起こすということを決めて、それで河合先生の事務所に電話したら、ちょうど河合先生は函館にいますということで河合先生が駆けつけられて、それで自治体でこういう裁判をやった例はないんだけれどもできますと河合先生たちが引き受けてくださるということで函館市も重い腰を上げたということがあります。私のプロフィールのところに1994年にストップ大間原発東南の会発足というのが書かれています。今年で20年になります。でその時私は副会長になったわけですが、会長が亡くなられた大牧忠一という弁護士だったんです。でその市民グループですから1000円の会費でとにかく大勢の人に函館の対岸の町大間町にできるこの原子力発電所を認めない、私たちは大間原発はいらないというふうに言って、で20年前に旗揚げしました。でその時はまだ大間町でも反対する人がたくさんいたんです。で私たちはその反対する人と大間町で反対する人と手をつなぎながら、本当に世論の力で大間町にそのような危険なものは作ってほしくないということを多くのところに訴えて、多くの人の賛同を得て反対にこぎつけたいというふうに思ってきました。で大垣先生、最後は裁判のあるさというふうに言われたんですけれども、裁判の前に何とか止めたいというふうに思って活動してきたのです。で函館市に対しては発足の時から私たちが尊敬している京都大学の先生に講演をお願いして、原発はこんなに危険なんだと、事故が起こったら函館だって影響を受けないわけがないということをいろいろ今までの文献とかを使ってお話をしていただくようなこともあったりして、1998年に小林啓治さんという京都大学の先生が市の職員の ある、課長クラス以上の方たちだと思いますけれども、100人ぐらいを相手にお話をされていたということもあります。それから函館市民であるということでヒアリングに参加できないということを大牧先生は問題にされて、ヒアリングに出席できないのは権利を奪うものだとして、裁判に訴えて、その時裁判は負けましたけれども判例というのに乗ったというふうに喜ばれていました。で一時のヒアリングは出席できなかったけれども、第2次のヒアリングの時には函館市民は出席できるというそういう確約を得たのもこの時で、それは、98年ぐらいだったと思いますけれども、その裁判を起こしています。でなぜ大間それで私たち94年にストップ大間原発東南の会というのを発足したんですけれども、その時は今のようなフルボックスという形ではなくて、もっと小さい実験炉だったんですね。で取り出したプルトニウムをどういうふうに使うかっていうような
なんて言ったら、なんかパッとちょっと出てこなくなっちゃったんですけれども、もっと小さい規模の原子炉だったのですが、それでも私たちは大変だっていうふうに反対してたら、次の年の7月に電磁連というところが大間原発、今の原発をやめるというふうに言って、私たちの会そんなに力があったのかって、そのニュースを聞いた時一瞬大喜びしたんですが、すぐ続けて ABWR という改良型沸騰水型原子炉で商業炉に、初めから商業炉でやるということを発表されました。でそれはフルモックスという世界にも例のない形で、規模も 138.3 万キロという、本当に規格品なんですけれども、原子炉の中では大きい部類です。でそれを、1995年の7月に発表した、しかも電磁連というところが発表したということで、私たちはもうもっと大変になったと、本当に本腰を入れなければならないというふうに思って、一坪地主の会とか青森県の人たちと手を取り合って、なんとか大間原発を建てさせない運動というのを続けてきました。で20年経った今、その前に許可が出た時のことを言わなくちゃいけないと思いますけれども、皆さんご存知の熊谷麻子さんという方と知り合ったのは2003年頃です。で熊谷麻子さんは反対していらっしゃいましたけれども、前面に出ることのなかった方でした。でご主人が亡くなられて、それで土地を引き継いで、たまたまその、原子炉の建てる予定の本当中央に大きな土地を持っていらしたので、その土地を売らないということと、そこが共有地というのになってたので、誰かこの共有地の裁判を引き受けてくれる人はいないかということを函館に言ってこられて、大牧先生が弁護士でらしたので、どなたか紹介してほしいということで、河合先生という方、原子力資料情報室の方の推薦で河合先生を紹介されました。それで熊谷麻子さんの共有地裁判というのを河合先生が担われることになったのです。で私たちはその熊谷さんの裁判を傍聴に函館から青森に何回か行くようになりました。それで河合先生ともお知り合いになったりとか、なんとか大間を止めるためのいろんなことをやっていかなくてはいけないということで、弁護士たちとの勉強会とかそういうのを続けてきてたわけです。で大間の電源開発というところは、はじめ国が持っていたというか、はじめから民間会社ではなくて、ちょっと普通の原発やってるの電力会社なんですけれども、電源開発という会社はいわゆる電力会社ではなくて、その電力会社に電気を下ろすその前の段階のって言いますか、水力発電とかそういうことをやって電気を売ってる会社だったんです。それで原子力発電をやりたいというのが悲願だったというふうにして、なんとか一人前の会社として原発を持ちたいというふうにずっと願ってたというふうに聞いています。で大間町がそれを誘致したという形になって、で保証金とかっていうのをもらったりしながら、電源開発は何回か申請を出しては取り下げっていう形をしながら、準備工事っていう形でどんどんその周り の土地を慣らしていって、本当に大間の人たちが原発ができて町が潤うのを反対するものとして、熊谷さんたちにこうだんだんこう何て言うんですかね、孤立させるようなそういう方向になっていって、反対する人も初めは海が汚れるからとか、こういうので町は発展しないとか言いながらも、
やっぱり電源開発の落とすお金で、だんだんこう麻痺させられていくっていうようなことがあって、そして原子炉の位置も熊谷さんが土地を売らなかったために炉心の位置をずらすというようなことがあったりして、2008年に許可が出てしまいます。今 の, TPP をやってる天城さんが通商産業省 の, 大臣だった時に許可が出てしまいました。4月23日ですけれども、でこの2008年という年は北海道の洞爺湖サミットっていうのが起こってあった年 で原発はクリーンなエネルギーだと、CO2 を出さない地球温暖化に効果があるんだっていうことが盛んに宣伝された年です。で私たちは原発がその発電時に核分裂ですから CO2 は出さないけれども、でも建てたりとか運んだりとかいろんなところで石油がなければやっていけないものだっていうふうにいろいろ説明したりとか、それから廃棄物の問題が何一つ解決されていないし、大間を止めれば本当に6箇所もいらないっていうことが分かるし、青森県にとっては本当に6箇所の再処理工場っていうのは1基の原発が1年間出すものを1日で出すと言われるぐらい放射性廃棄物の本当にいらないというのもおかしいなもんですけれども、本当に捨てなくちゃいけないものをもう出してしまう、そういうこれからの未来に本当にツケを回すような、そういうので再処理工場にも反対しているのですけれども、大間はその再処理で取り出すプルトニウムをまたウランに本当に微量だけれども混ぜてそれを燃やすという、そういう考え方に立った原子力発電所ですから、今までの原子力発電所が出してきた廃棄物からまた取り出してっていういわゆる核燃料サイクルっていうのがモンジュの事故で中断して、でどうしようもなくなって、その後始末に今この大間原発はあるということをしっかり押さえて、とんでもないことを今私たちはどうしても止めなくちゃいけない、これはもう後世の人たちがなんであんなものを作ったんだって言われないようにしなくちゃいけないって、私たちだけの問題じゃなくて函館市だけの問題じゃなくて、多くの人がこの電気を使うためにといって隠されているものをしっかり見つめて、今の私たちの生活っていうのが原発がなくても暮らしていけるっていうふうに思って、で函館市に対してはシンポジウムを開いてほしいと、賛成の人と反対の人と両方呼んで意見を戦わせてほしいというふうにずっと歴代 の, 市長に要請してきたんですけれども、最後の2010年の1月にそのシンポジウムというのがあって、そこに招かれたのが今規制委員会の委員になった田中悟という東大の先生なんですけれども、その人とかそれから北大の奈良林という教授たちですけれども、元は東芝にいたという技術者ですけれども、そういう人たちが大学 の, 先生という触れ込みでシンポジウムで、原子力発電所はもう五重の壁で絶対放射能を出しませんというようなことを言うシンポジウムで、私たちはもうこれまでと思って、その2010年の7月に会員たちの中で原告になってもいいという人たち170人で提訴をしたわけです。でその時本当に京都大学の小出先生にはお世話になって、いろいろ大間原発は破滅の道っていうふうな講演もいただいて、初めはまあすごい大変な表現だと思ったんですけれども、今となっては本当に福島
の原発を見たりしても分かるように、収束というのがこんなに難しいものだっていうのが現実にあるにもかかわらず、それをやる気のない国とか隠したがってる国とか、それから電力会社がきちんとその、保証ができないっていうのを目の当たりにしてると、函館市民にとってこれは未来の私たちだというふうに思える、一言とは思えないというふうに本当に感じられる事故が起こってしまった。私たちが訴えた時はまだ事故は起きてなかったわけですけれども、周りの人に本当にあんたたちの言ってたことが本当になったねって言われてもちっとも嬉しくない。もう本当にこういう事故が起こる前に原発止めなくちゃいけなかったのに、止めれなかったことにもう強い憤りというか悔しい気持ちでいっぱいだったのですが、今この大間原発の訴訟を起こして、で第1回がそれこそ12月だったんですけれども、12月24日のクリスマスイブがその第1回の訴訟の日だったんですけれども、その次が熊谷さん亡くなられた5月19日という日に、第2回の訴訟を迎える、その間に福島の、事故が起こってしまった。私たちはもうこの事故が起こったらみんながこんなに大変な原発はもういらないって言うだろうと思ってたのに、今、九州の仙台原発再稼働って市議会が、通してしまうって、なんという国だろうと。で一旦民主党政権の時に原発に頼らないこれからのエネルギーというようなことで人々からアンケートを取ったりとか、それから意見を聞く会を開いたりなんかして、多くの人たちが本当に原発事故は大変だっていうふうに実感してるっていうことが出たにもかかわらず、今の安倍政権は原発に、原発がないと困るみたいなことを言い出して、で原発を輸出しようとして、また再稼働させようとして、原発を動かさないと電気代上がるみたいなことをやってるって、もうどっか狂ってるとしか思えないっていうふうに、私はこの訴訟を通して本当に今の世の中のおかしさっていうものをこれからも言っていかなきゃいけないし、何としてもこの裁判でこの大間原発は建設動かしてはいけないということを訴えて止めたいというふうに思っています。でそのためには、離れていらっしゃる東京の地にあっても一言ではないと、こういうふうに感じて集まってくださる皆さんを中心にもっと多くの方に原告になっていただいて、こんなにも多くの人がもう原発はいらないし、大間原発は特にやったことのない原発、ここにいっぱい書いてますから、地層の問題とかいろいろ書いてますから読んでいただいて、大間原発そこに超危険っていうふうに書いてもらって、超危険って危険の上に超がつくというふうに思ってるんですけれども、そのことを理解していただいて、こういう原発を作っちゃいけない、子どもたちに残しちゃいけないっていうことを広く訴えていただいて、ここに挟んであります6次原告、今5時まで来たのですが、6次の原告に加わっていただける人が一人でも多くなっていただけたらというふうに思っています。で私たち市民運動で最初200人300人ぐらいの時は手作業でみんなボランティアで頑張ってたんですけれども、やっぱり1000人を超えるとなるとちょっといろいろ間に合わなかったりなんかして、いろいろお叱りもいただいているところなんですけれども、これからもっと多くの体制に事務局体制というものも作っていかなくてはいけないし、で今回の函館市の訴訟というのが本当に6000万も寄付金を集めたと言って、私たちにその一4000万でしたっけ、4000万も集まったという、私たちにその一部のお心も欲しいと思うぐらいなんですけれども、これからはご寄付もいただきながら
事務局を整えていきたいというふうに思っています。それで手に持ってらっしゃる方もいると思いますけれども、大間原発ができたら私たちは逃げられないということで全面広告のご寄付をしてくださった方もいます。新聞広告出したいと思いながらもなかなかお金がかかることなので全面広告なんてやったことなかったんですけれども、そういう寄付をしてくださることも現れて、とにかく止めなくちゃいけないっていうそういう気持ちというのが函館市の中では広まっているということを皆さんにお伝えして、関東でも広まっていただきたいなというふうに思っています。で知らない方も頑張ってくださいというふうに言われたりしている中で、本当に今やってることは後に引けないことだというふうに思っています。で先日の10月2日の函館市で行われた言語方針の会の時にも、本当は船橋春俊さんという先生がいらっしゃるはずだったのですが、8月15日に急逝されました。で脱原発へ民主主義の尊重を訴えてということで原子力政策大綱という本をこの方が委員長になって出されています。オレンジ色の縮刷版も出てますので本屋さんで手に取ってみていただいて、なぜ脱原発なのかっていうことが本当に世の中に広まるようなそういう社会になってほしいなというふうに思っています。あと何か質問があればということだったのでこの辺で終わりたいと思います。裁判の方がちょっと函館市じゃなくて武田さんたちの裁判の方がなんか裁判官が変わったんですか？そうです。その辺ちょっとお話しいただけると、さっきの方にも分かっていただけると思うんですが、今の裁判官は2回目 の, 裁判官の交代で来年の4月にはまた交代するっていうふうに言われてるんです。でその前の裁判長の時は本当によくお話を聞いてくれて、で傍聴にもたくさんいましたので傍聴席をその、法廷の後ろの方に18作ってくれたりしてたんです。でそういうことに好意的な方だったんですが、今の裁判長は運営上っていうか防災って言いました。そういう都合で一番後ろの通路に当たる部分に椅子を並べてはいけないということで今回削られて、その代わり原告席をもう少し増やすとかそういうふうなことで最終的に8席減らすというふうにした。でも原告がどんどん増えてるし傍聴人も増えてるので、もっと多くの人が参加できる裁判にしてほしいということ、本当に市民の熱い思いというのを裁判官に知ってほしくて、私たちは傍聴席を増やしてほしいというふうに言ったんですけれども、それとか意見陳述、私たちの言葉で何分か10分ぐらいのものなんですけれども、そういう意見陳述をさせてほしいというのが何かの節目の時でないと認めないとかっていうことで、その今第5次とか第6次とかっていうふうにこう原告を募集してるわけですけれども、そういう時でないと認めないというふうにして、前回13回目の時には意見陳述をさせるさせないということだけで15分ぐらいで打ち切られてしまったんです。で多くの人が本当に裁判で裁判長に訴えたいということを、裁判長のそういう判断でやめていいのかということで、今回の14回の裁判の時には意見陳述は私たちの思いですというふうにして裁判長に抗議をしたりしています。そういうところで裁判官ってやっぱり交代があるんですね。だから今一生懸命言ったことがまたその次の裁判長に変わる時にどういうふうに引き継がれるのかっていう問題はあります。
でもその、システムの中で私たちもやっていかなくてはいけないと思うので、また同じ熱意で続けていきたいと思いますけれども、裁判長くかかるって皆さん思ってらっしゃると思いますけど、今弁護団ではその次の裁判長の時に判決をいただくようなことを考えていますというふうに思っています。だからそんなにこれから先ずっとっていうことはないと思います。ただその次また高裁とかそういうのが出てくるかもしれないです。来年の4月に任期が切れるんですか？そうです、来年の4月で、今14回っていうふうに言いましたけど、15回目の次の裁判が3月の27日です。ちょっと間が空きます。でその次の新しい裁判所になってやるのは6月の4日です。それが決まっています。他にご質問のある方、はい。ありがとうございます。ですね、大体役職名で言いますと、人が変わっても一般の人たちわからないですよね。だから裁判長っていうだけじゃなくて、個人名を出していただくと、この裁判長はちゃんと理性的なちゃんとした人だなと、でこの人は絶対ダメな人だなっていうことを分かるように一つ一つやっていたらどうかと思うんですけど、いかがでしょうか？今の裁判長鈴木直久さんという人です。ありがとうございます。こんにちは。武田さんも普段は函館に住んでらっしゃるので、なかなかお話聞ける機会ないと思うんですが、この1回前の良かった裁判長も良かった人の場合も、あ、そうですか。また何かあったら教えてください。他の方、他にご質問ありますか？それからさっき武田さんがおっしゃった北海道新聞で言ったこれですよね。そうです。このコピーは後ろにこれも個人の方が寄付に常在提供により政策実現されました意見広告って書いてあるんですが、このコピーをしてくださった方も個人的に函館の人権大会にいらして、そこでこれを入手されて、それでその後ずっとコピーをなさってあちこちで配布してくださってるんですね。ですから後ろにもまだ置いてありますので、もしまだお持ちでない方はぜひ会が終わってからお持ちになってください。他に何かご質問、今と関連して、この広告は北海道全体に配布されました？道南版だったのです。もう一人。武田さん、遠慮のご苦労様です。私はこの間の10月2日の日弁連の人権大会に参加し、武田さんたちも取材をさせていただきました。4000部出ているこの本流の中にも、記事を書いております。もう発想がほぼ6割方終わっておりますけれども、一つお聞きしたいのは、4年前に提訴なさって、その以降福島の過酷事故現実問題として最高裁も裁判官を集めて協議をした経過があります。それから福井の地裁の判決、この2つが微妙に実際に裁判所の裁判官等と接触してて、何か福島以前と以降武田さんなりにどのようにお感じになっておられるか、具体的に何かエピソードなどがありましたらご紹介いただいて、またそういうものも記事にしていきたいと思っております。よろしくお願いします。裁判
が、やっぱり安倍政権に変わった後、その原発を再稼働させたいというふうな、そういうことが出てきてる時にやっぱり変わってきてるんだなっていうのは感じました。で、信仰協議という裁判所 の、 裁判の後とか前とかに弁護団とか、それから向こうの被告の人たちと次の期日とか決めたりする信仰協議というところに私たちも出させてもらうっていうことが割と最近になって始められたんですけれども、そこに何て言うんですかね、裁判長はやっぱり国からのそういう集まった後のお話の意見陳述をねさせないような、そういうのがあったのかなっていうふうな感じっていうのは、私の感覚、私だけの感覚ではないのではないかというふうに思っています。だから私たちはもう三権分立というふうに民主主義 の、 根本ということで習ってきてて、で本当に民主主義だからこそこの裁判っていう価値を認めるところだけれども、裁判もお役人なのかなっていうふうに思ったりしています。だからぜひそのあたりっていうのが民主主義力っていうのが今試されているというふうに強い危機感を持っていますけれども、特定秘密保護法ですとかそういうことに対してもアンテナを張って、やっぱり原発に関してこう秘密がどんどん増えると裁判もできなくなるんじゃないかっていうふうな恐れを持ったりしますから、先ほどの弁護士の方のように実際に起こった具体的な例がないと裁判が起こせないというようなお話を聞くと、次は特定秘密保護法に関して私裁判しなくちゃいけないのかなと思ったりもしたりします。そんなところ、ありがとうございました。じゃあ他によろしいですか。じゃあちょっと時間も迫ってます。もし武田さんの方から何かご不足っていうか、あこれも言っときたかったっていうのことをお話でしたら、大勢の方に聞いていただいて、本当にこれからも脱原発、電気を脅かされても止まらなかったじゃないかというようなことですとか、本当に電気を大切に使う生活に変えていかなくちゃいけないとか、そういうことを思いながら、福島のあの悔しさっていうのを本当に多くの人がそのことを思った生活を 今しなくてはいけない思っていますので、協力してやっていけたらというふうに思っています。どうぞ原告にも加わってください。どうもありがとうございます。